今日も全力ぶっちぎりマキピラ君でございます。今回はですね、ツッコミご飯まないリオでございます。違うだろ。え、やんの、うん、みんなが期待してんの。リオだにょもうやだ。はい、ということで、公式のね、モンストニュースの方で大丈夫です、続けていいですか。はい、公式のモンストニュースの方で、はい、おにゃんこぽん、おにゃんこぽん、はい、ということでね、はい、こんな格好しておりますということなんですが、はい、そちらの方の、考察の方、はい、いろいろ調べてまいりましたので、皆さんお伝えしたいと思います。全力バッチリ。はい、ということで、天空神おにゃんこぽん、はい、はい、ということで、総合評価の方は、うん、とさせていただきました。はい、まあ、そのね、内訳の方をいろいろ説明していきたいと思います。はい、はい、まずアビリティなんですが、うん、まあ、超アンチワープンの闇属性キラーを持つということで、まあ、これがね、ちょっと恐ろしいことになるわけですよ。はい、あ、まあ、どう恐ろしいことになるかというと、闇属性キラーで 1.5 倍ですよ。そうだっけ。はい、あ、うん、1.5 倍なんですよ。はい、あ、で、その上に超アンチワープということで、ワープのね、数の分だけ攻撃力が上昇するので、さらに攻撃力が上がってくる。うん、あればあるほど。そうなんす、うん、だから普通に直殴りの火力、こいつマジでやべえ、うん、はい、という形ですね。ほう、はい、友情、はい、まあ、メイン友情の方がオートジャベリンということで、うん、まあ、オートジャベリンといえばエクスカリバー。そうなんすよ、うん、で、まあ、数値の方で出すと、うん、おにゃんこぽんの方が 31,008、うん、これが闇属性キラーが乗ると 46,510 になります。はい、エクスカリバーが砲撃型でメイン友情なので 44,298、 だから闇属性の敵に対してはおにゃんこぽんの方が友情火力が上になります。うん、ただこれしかもレベル99です。おー、だからこれ120にするとさらにこの差は開くかなという形でございます。やばそう。はい、でもう一つの友情がユースピアップ、うん、これがですね、加速と友情アップ、これが組み合わさった感じになります。で、この倍率なんですが、はい、触れた味方のキャラの友情コンボの威力を 1.25 倍にします。おー、はい、だから強友情とかと組み合わせると、うん、すごいね、とんでもないキャラクターになります。うん、そういうことやね。はい、おー、ストライクショット、はい、スピードがアップ、うん、敵に触れるたびにパワーがアップする、うん、うん、ということで、はい、まあ、ちょっとね、特徴としては、うん、1つ目、壁とボスの間にはまってワンパンが狙えます。2つ目、雑魚とボスの間にはまってワンパンが狙えます。ほう、3つ目、パワー型は倍率が高く設定される可能性が高いです。というのも、この同じストライクショットを持つキャラクターが実はいるんです。うん、調べるの大変だったよなんでかって、デリエリ。おお、はい、これね、7つの滞在コラボのキャラクターなんですが、はい、あいつスピード型なんです。うん、ということで、まあ、とりあえず参考資料として皆さんに見ていただきたいと思います。はい、はい、まあ、ストライクショットだけね、まあ、これ成功例ですね。まあ、こんな形で使いますよって、こういう形で使えば火力が出る形でございます。はい、こんな形でね、これが成功ですね。うん、はい、これね、もうほぼほぼ HP ないんですけど、うん、うん、こんな感じで壁とボスの間にはまって倒すっていう形になるんじゃないかなと思います。これ失敗例ですね。これ間にはめて無動、ものすごい軽く出したかったのよ。うん、失敗します。で、失敗するとどうなるか、そう、あんまり火力伸びない。あそう、残念な感じになるんですよ。うん、で、これはね、伸びるなと思ったんですけど、いきそう、伸びないです。なんでかって、43ヒットのうちほとんどサソリのあっちの方に伸びちゃって。なるほど。実は下の方、あのボスの方にはダメージが入らなかった。難しいね。そうなんですよね、うん、うん、だからこういったね、ケースも出るなと思いました。まあ、めったにないけど、今のはマジでのレアケース。あ、そうなの。うん、めったにない、うん、あんなに片方だけにヒット数持ってかれることってまずないから、はい、ということで、はい、今使ったデレエリなんですけど、自強化倍率の方が 1.1 倍、うん、で、敵に触れると 1.1 倍、うん、という形で、あれだけ火力が出ます。うん、な
んですが、こいつ先ほども言った通りにスピード型なんです、うん、でちょっと説明すると、はい、例えば壁の SS、うん、あちらの方はパワー型とバランス型、砲撃型、全然倍率違うんです。パワー型の方が圧倒的に高いんですね。だからおそらくおにゃんこぽんの自強化倍率と敵に触れる倍率っていうのは、うん、俺高くなるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね。はい、だからデリエリよりはるかに高いんじゃないかなと、うんうん、ワンパンできる可能性は非常に高いんじゃないかなと思っております。楽しみだね。はい、そう、このおにゃんこぽんなんですが、はい、さらに超アンチワープと闇属性キラーの倍率もね、上乗せされるんですよ、おー、これはやばいんじゃないか。これね、多分やばいです。だから、簡単に言うと、壁ドンは壁とボスの間にはまる、うん、で、それと同じことはできるの、うん、で、違いっていうと、うん、雑魚がいるところでは全然火力が出せない、うん、要は選択肢として、雑魚とボスの間にはまるっていうのが増えた、うん、で、壁ドンはもう一つは雑魚がいなければこうやって下に減速していかないから、減速率がね、ない状態だから下の方に行って上のボスにゴンって当てて火力を出すっていうことはできたんだけど、それがちょっとできない。この差があるかなっていうぐらいかな。うん、だからまあ最高火力を出すとしたら壁にはまるかボスと敵の間にはまるっていう形になると思います。なるほど。はい、次、使うクエスト、はい、爆絶アポカリプス、うん、あと超絶のアカシャ、コンゴヤシャ、ティファレとクシナダとかかな、うん、まあ、他にもね結構やっぱ連れてけます。基本的に闇属性のクエストは結構いけると思います、うん、そうだよね。はい、エクスカイバーみたいな感じでね、このモトジャベリンがねギミック対応してなくても連れてけるとかさ。うん、まあサソリとかだとさすがに無理だけどね。はい、ということで相性のいけら、はい、はい、ということでアンチワープとアンチ減速壁、はい、これの光で見てみると、まあこの中でも反射でね、うんって思ったのがやっぱエスティアかな。うん、これリドラの方で交換できるやつなんだけど、うん、要はたくさんモンストを毎日してたら必ずもらえるやつだから、うん、この辺と合わせると今後これが欲しくて、あ、そう、ログインとかそういったもので稼げるっていうのもあるから、はあ、これはヘスティアちょっと怖いなと。そういう意図的なことができるからね。あ、うん、そういう意味でヘスティアちょっと怖いなと思いました、はい、で次ちょっと減速壁ねポイってして、うん、まあ、こいつのね性能とかそんなんで比べると、うん、ちょっとね怖いキャラクターいるんですよ。もののけ少女、もののけ少女、少女ね。はい、そう、この友情アップ持ってる、あ、友情スピードアップ持ってるから、このもののけの友情をさらに上げれると、お、こういった使い方もできる。なるほどね。はい、結構あれ強いのにね。そうです、もともとあれでワンパンできるっていうこともあるのに、さらにそのそれを上げることもできる。あ、えぐいね、やばいな。っていう感じです。はい、ということでまとめ、はい、汎用性よりも高難易度向けのキャラクター、うん、さらに闇属性クエスト専用機になるかなと思っております。あとキャラクター相性を考えても高難易度で接待が来る可能性は非常に高い、うん、ワンパン系ストライクショットも魅力的でございます。はい、こんな感じですね。なるほど。はい、次、うん、救世神おにゃんこバーン。どうやって違いこれ出したらいいの、呼ぶときに。なんか略し方ないんかね。足遅い方と速い方。そういうあれなの。パワー型とスピード型やで。まあまあ。高低差ですごいの。ということで総合評価の方、はい、S。 あお、 S 来た。はい、まあ、めったにつけないですけど、まあ、これはさすがに S かなと思いました。はい、ということでね、ちょっといろいろ掘り下げていきたいと思います。はい、まずアビリティなんですけど、うん、超マインスイーパー L、うん、と弱点キラー、この組み合わせが非常に怖いなと、うん、うん、ちょっとバカなんじゃないかなと思ってます。というのも地雷所持と弱点を殴った場合ですね、これが超マインスイーパー L、うん、2.5倍、弱点キラー 1.5倍、うん、ってことは 3.75倍、バカかよって。3.75 ってなんだよと思って、これ普通にやばいっす。はい、なんでここに地雷の倍率の高いクエストとかだと、あ、もうさらにやばいことになる。
でプラス属性倍率高いクエストだとまたまたさらにやばくなるということで、結構ね攻撃力に可能性を秘めたキャラクターだなと思います。まあ、なおかつこうやって足速いからね、で最初から地雷4つ持ってるわけでしょ、これが普通にいきなり開幕からボスの弱点ドーンっていうのもできちゃったりする。なるほど、これちょっと怖いなと思いました、はい、友情、はい、貫通弱点ロックオン衝撃波5、まあ、これがですね属性友情、もう一つが画面上のすべての弱点に向かって放たれます、弱点なかったら意味ないんだけどね。そうだね、はい、ということでオニオンコパン、これはスピード型25,000なんですが、弱点キラーが乗っかると37,500になります。中華弱点キラー必ず乗るんだよね。そうね、はい。で、真珠アンドレ、これもですねバランス型で25,000、ということで、まあ、諸葛亮とかねマチュピチュとかが同じ友情を持ってます、あとまあ一番有名なところで言ったらソロモンじゃないかな。そうね、はい、これ砲撃型で14,641、そんなもんなんや。はい、これサブ友情だからね。だから全然高いね、おにゃんこの方がね。おにゃんこ、そうだから弱点キラー必ず乗るから、だから倍よソロモン。やばいでしょ、ソロモンの倍って思えばいいよ。あらら。そう考えると結構エグいだろ。エグいね。だから真珠アンドレイもさ、友情やっぱ強いじゃん、よくやっぱ使われるキャラクターでね、弱点のあるところで、でそれをあの簡単に上回る。やっちまったな。そうなんです。だから、属性倍率がむちゃくちゃ高いクエストじゃない限り、おにゃんこぽの方が基本的に高くなります。そう、属性倍率普通だったら 1.33 だから、1.5 の弱点キラーの方が強くなる。なるほど、ということになりますね。まあ、時間の売りとか抜いてる友情だけだけどね。はい、という次の友情、はい、超強トライブパルス、ということで、まず一つ目の特徴が無属性友情なんですね。はい、二つ目、弾を近くの敵に放ち、当たった敵と同種族の敵にダメージを与える。三つ目、内部弱点を持つ敵に大ダメージを与える。これ内側から出るやつだから。そして伝染していくので、まあ、内部弱点を持つ敵に対しては非常にダメージを出る友情になります。ということで、おにゃんこぱん、はい、スピード型で143,500、これが弱点キラーが乗っかると215,250になります。乗っかるとっていうか乗っかるんだよね。弱点ない敵もいるから。あ、そっか。弱点ある敵に対してはってことね。そうそうそう。うん。で、ユグドラシル、これバランス型ですね。143,500。ユグドより上回るんです。弱点キラーが乗っかると。ね、ちなみにキリト、これやっぱ強いっていうイメージあるよね。143,500、友情ブースト持ってるので、215,250、つまり弱点がある敵に対してはキリトと同じダメージを出す。なるほど。ちなみにトライブパスだけでね。はい、やばいね。アトランティス砲撃型209,000、あとジャスミンですね、パワー型、これが102,500、これが幻獣キラー M とユニバキラー M を持つので205,000になります。つまりこの状態でもニャンコポンの方が上になります。すごいな。はい、そうだから敵が弱点を持たない場合はユグドラシルと同等と思ってもらえればいいです。弱点あった場合はこの超強トライブパルスの上に貫通弱点ロックオン衝撃波が飛ぶってことや。もうなんか誰もいなくなりそうやん。だから弱点のあるクエストをほぼほぼぶっ壊すなこいつ。あ、ストライクショット、はい、地強化&弱点効果アップ。俺何回気を弱点って言うんだよ。結構言ったよね。で、ストライクショットの倍率とか継続ターンなどはあのちょっと不明です、はい、まだ出てないんでね、で、アビリティの弱点キラーと非常に相性がいいんですよ。さっきから弱点弱点ばっかり言ってるんだけど、まず直殴りの強化、弱点キラー持ってるからね、はい、あと友情の効果はさらに上がります。やばいね。なんだこいつって感じでしょ。自分でこれ弱点アップさせてさらにこう優勝出ちゃうっていうね。そうそうそう、さらにね。まだ畳みかけるかみたいな感じ。はい、ということで、はい、スカイルクエスト、はい、これが豪絶マーチ、おー、爆絶ラグナロク、二雷家内、これはね弱点があるからですね。あ、はい、だからまあちょっと属性は合ってないですけど、これ多分いけるんじゃないかなと思ってます。超絶、はい、ヤマタケゼロ、大尺点、マリシテ、不動明などなど、もういっぱいありすぎて無理。無理。
その他あと通常クエスト多数で弱点があるとか同族が多いクエストでは、うんうん、もう全然使えると思います。そうね、はい、で相性のいいキャラクター、うん、マーチの適正キャラクター全部です。おお、全部、まあ、基本そうだよね。うん、まあ他にもまあ結構いるかな、まあ、マルタと組み合わせてもいいんじゃないかなと思うし、おお、うん、まあ他にもなんか、うん、いろいろ使える、まあとりあえずこいつ強いわ言えることはこいつ強いやべまとめです。はい、マーチでは友情で雑魚が溶けるとモンストニュースで言っていました。言っとったねそのため雑魚を倒すルートが必要なくなる可能性もあります。はあ、俺の攻略どうしてくれんねん頑張ったねな基本的にはマーチ戦略みたいなところはあるが、弱点倍率は高い、もしくは地雷所持の倍率が高くなるクエストが来ると非常に活躍します。クエスト条件次第でマルタを上回る友情火力と艦隊性能を持ち合わせるやべえな普通に、こいつやばいです。あ、ということで武器含めた総合評価、はい、これねどっちもありますからね、一個一個評価してて、うん、じゃあどうなのっていう形になりますので、うん、今回は分岐を含めて総合評価の方いっていきたいと思います、はい、総合評価の方は S、 アビリティで A、 友情で S、 ストライクショットで S、 使えるクエスト S、 相性にいいキャラクター A ということで、おお、かなりいいね。そうで、ワクワクの B なんですけど、うん、これ難しいんだよな、どっちをメインに使うかにも寄ってくるんだけど、過激盛りもしくは遊撃過激になるのかなとは思ってます、うん、はい、ちょっとこれに関しては、なんでどういった形で使うのか、例えばマーチ、マーチで実際この遊撃を積まないと、雑魚溶かせれないとかだったら遊撃が優先的になるし、ちょっとこれに関しては使っていかないとわからないかなっていう感じはしますね、うん、はい、ということで総まとめでございます、はい、スライドすることで高難易度含めてかなりのクエストに使用できます、うん、その上さらに活躍の場を広げる可能性も持ち合わせます、うん、まあ、ギミックとかね、アビリティ的にね、そうね、うん、減速壁とかも持ってるからね、うん、怖いんだよね。で、2021年の代表的なキャラクターになりそうな予感がするため、おにゃんこぽんを狙ってガチャを引く優先順位は非常に高いと思います。おこれ言わないでしょ、俺いつもやったらさ、スルーでいいんじゃないかみたいな言うけどさ、ああ言ったね、言った、初めて言った。おこれはそれぐらいやばい、こいつ相当やね、こいつ相当おかしいからあららら、ついに来たか、ついに来ましたね。ということで、まあおそらくモンスターストライクさんも勝負かけてきたなと、おー、はい、いう形ですね、うん、これはね、それぐらいのキャラクター、おーなんだけど、一つだけ注意でね、うん、3月後半多分コラボ来るからね、来ますね高い確率で来ますよねまだ来んのと思って、最近のラッシュすごいんだよ、コンボが。そうなんだよね、いいキャラばっか出してくるから、うん、だからね、このおにゃんこぽんは本当に、あと一つは、そう、モンストニュースの時から、あのイラストというか絵の形がすごい変わった最近。そうね、ちょっと可愛い路線になったかなっていうのもあるので、うん、ちょっと今後そういった形で、うん、こう女性層とかそういった人たちも取り入れていきたいのかなっていうところも見えるかなっていうキャラクターですね。まあ、とにかくこいつ可愛いから欲しいって言ってる、うん、あの人も多分出てくると思うんですけど、うん、もう本当それ狙いで引きに行っても絶対後悔はしないキャラクターかなと思っております、うん、はい、ということで、まあ、今回ね、こんな形で紹介させていただきましょう、まあ、僕たちもですね、はい、このガチャが3月7日に来ます。はい、はい、ということで出るまでガチャやるんですね。はい、やります。しかも覇者の塔のオーブを受け取らずにやります。やばいよな普通に考えて、やばいです。じゃあさっきオーブね、結構少ない感じですね。僕だいぶ揃いましたからね、そうだよね、はい、やばい、めっちゃ持ってましたけど、必死にも回収しとるけどさ、うん、間に合いませんかねあがくよ私は。ということで、まあ、今回もですね、なんと100連分まだない状態なんですが、出るまでガチャでもちろん逃げずにやりますので、はい、皆さん期待しててください、はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ほんまにもう心中の場合全部やっちゃったんだっけ。まだちょっと残っとるけど、ゆきち飛ぶな今回何人のゆきち羽ばたくんだろうな。やばいね、またもやしか。ラプラス超えか、やめろよ